大臣寝食奉仕所の参集です。祭典に先立ちまして国歌を斉唱いたします。一席の皆様方はご起立願います。一小節前奏に引き続きご斉唱ください。you
前参り秋季慰霊大祭を執り行います。まず主罰、現在の皆様方お笑いでございますので、ご提供ください。お笑いください。
の皆様方はご起立願います。ご帝都を願います。参院法史上新選を供す。この間総額
次、宮司典藤を総数、この間書院結節。出席の皆様方はご起立願います。次、きびまんようソース。
子を総数坂流実王議員社岡山県本部会長綱島実相副師範綱島合格両氏によりまして引退は九段の桜九段の桜でございます。尊敬者総代会代表並びに岡山県遺族連盟理事長鈴木久志殿玉串を奉りてご拝礼願います。
当代並びにご遺族の皆様方はご一緒にお入りください。三年水銀代表前田博士殿玉串を立てまつりてご拝礼願います。ご拝礼がお済みでない方ご一緒にご拝礼ください。
次、ネギイカ参院新選を徹する、この間総額。宮司水を垂れ終わりて本席に服す。この間総額計出所員計説。
ず願います。ご点灯願います。通敬者総代会代表挨拶、副会長鈴木久志殿。恒例の秋季慰霊大祭がご遺族の皆様方をはじめ、通敬者ご来賓多数のご参列を得まして、祭儀が滞りなく厳粛かつ盛大に終了いたしましたことは誠にありがたく、また本大祭にあたり多くの方々のご尽力を賜りましたことに深く感謝を申し上げます。戦後73年が経過し、ご遺族も孫の代へと変わりつつある中で、岡山県護国神社は来年ご創立150年の大きな節目を迎えます。神社へお祭りされている明治維新により国難に準じられた英霊は56,722柱でありますが、お参りされているご遺族の多くが苛烈を極めた先の大戦による戦没者ゆかりの方々です。年ごとにお参りは少なくなっておりますが、今だからこそ英霊のこと、戦中戦後のこと、そして平和のありがたさを若い世代へ語り継いでいただきたいと思います。そしてこれからもこの春秋の大祭をはじめ、折に触れてお参りをいただき、
より多くの方をお招きいただきますよう、お導きいただきますよう、本日のご参列の皆様方はもとより、関係学位のさらなる英霊検証活動、そして護国神社の護持にご協力をお願い申し上げる次第であります。最後になりましたが、ご遺族をはじめ、ご参列の皆様のますますのご健勝とご多幸を祈念申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。平成30年10月6日、岡山県護国神社鈴慶社代理総代会副会長、鈴木社氏。終了にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。まず、7月豪雨により被災された方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。ただいま、ご遺族、崇敬者、ご来賓多数のご参列を賜る中、お参りで今日の平和を敬礼に感謝し、御霊の安らかならんことを祈念申し上げ、岡山県護国神社秋季慰霊大祭が盛大に再興できましたことは誠にありがたく心から御礼申し上げます。さて来年は当護国神社は明治2年のご創立以来150年という大きな節目を迎えます。それに合わせ御本殿内をはじめ境内整備を中心としたご創立150年の記念事業を行うべく、現在、奉賛会立ち上げに向けて準備を進めております。ご遺族の高齢化や若い世代の英霊に対する希薄化が懸念されている中で、この事業を通じて多くの方々に英霊をお祭りする護国神社のことを知っていただき、さらなる神事の発揚と社頭の流暢につながればと考えております。つきましては、ここにご参列の皆さんもはじめ、関係閣議には一層のご尽力を賜りますよう、この場をお借りいたしまして、お願い申し上げる次第でございます。結びにあたり、ご参列の皆様のますますのご健勝とご多幸を祈念申し上げますとともに、またのお参りをお待ち申し上げ、私のご挨拶といたします。平成30年10月2日、岡山県護国神社御持、御持社主の、本日の皆さん、ご対応のところを、早朝よりご参列いただきまして、誠にありがとうございました。これをもちまして、秋季慰霊大祭、祭儀は滞りなく終了いたしました。ご参列の皆様方は、神職、奉仕所、退室の後、ご来賓の方々のご挨拶をいただきますので、しばらくお待ちください。挨拶が終了いたしましたら、ご本殿より近くの中殿にてお参りができます。ぜひ皆様お揃いでお進みいただきまして、ご参拝いただきますようお願い申し上げます。また境内では岡山県重建道連盟により重建道の奉納、また岡山市華道文化連盟の方々により献花を展示してございます。
どうぞごゆっくりとお過ごしくださいますようご案内申し上げます。右以下参院大市場大平
会のわけでございます、遺族会の皆様、さらには参詣会の皆様方の今後のますますのご健康とご多幸を心よりご祈念申し上げ、岡山県護国神社のさらなるご繁栄も合わせご祈念をさせていただきまして、一言ご挨拶に返させていただきたいでございます、本日は皆様参拝いただきまして誠にご苦労様でございます。お疲れ様でございました。ありがとうございました。続きまして、衆議院議員山下隆先生、この度、法務大臣に就任されました先生の奥様であります山下美也子様。
疲れ様です。よろしくお願いします。それから県下 の、 高橋市からも市会議員の大月様いらっしゃいます。よろしくお願いします。それから、岡山県町村会の会長代理といたしまして矢掛町の町長副会長であります山野道彦さん。はい、皆さんご苦労様でございます。続きまして岡山県、町村議会議長会の議長で、さらに三崎町の議長であります貝網幸義さん。皆さん本日はご苦労様でございます。次に、岡山県神社町の町長であります牧博さん。東京はお疲れ様です。続きまして、日本海部岡山の議長であります勝谷正和様。いつも大変お世話になってます。次に、岡山市連合婦人会会長塩見真紀子さん。お越しいただいておったようですが、所要のためちょっと退席されております。お参りいただいておりました。次に、岡山県豪遊会会長藤原和正さん。はい、本日はご苦労様でございます。以上、ご列席いただいたご来賓の方、ご紹介ということでございますが、よろしゅうございますでしょうか。本日は多くの方から祝電とかメッセージをいただいております。第一鳥居と第二鳥居の間、南側の掲示板に、掲示させていただくことによりまして、ご紹介に返させていただきたいと思います。大変ありがとうございました。最後に、遺族を代表いたしまして女子連盟の理事長鈴木からお礼のご挨拶を申し上げます。皆さん本日は大変ありがとうございました。石井先生からもご紹介いただきました。大変嬉しかったです。よくご理解いただきまして感謝申し上げます。皆さんぜひ、これから お話をさせていただくことを覚えていただきたいと思います。先の大戦で、我々の同胞が250万亡くなりました。その中で大変悲しい話をいたしますが、8割が若い兵隊さんで結婚してない方なんです。従いまして子供もいませんし、当然のこととして孫もいない。となると、すでに73年も経過した遺族でありますけれども、お祭りする人が誰もいないというご英霊がものすごい数がおられるわけです。遺族会の我々が年を取っていくのは当たり前でありますけれども、元来後をお世話をするべき血族がいなくなってしまった方が圧倒的にたくさんおられる。そういうことでこれを遺族会の活動をですね、英霊検証をいかに次の世代へ伝えていくかということが我々に伝えられました。大変難しい喫緊の課題であります。一部の方にはもうご案内通りだと思いますけれども、そこの集会所が第一通りと第二通りの間の、手水屋の下のところに、集会所があります。あそこを今工事を立ち伐採して工事にかかりましたけれども、本日12時半からあそこで、お払いをいたします。次の世代に、そうした英霊現象しかと伝えていくために平和学習の場としてここを活用してまいろうという計画であります。皆さん方もぜひ今後どのようにお力でございまいりますようによろしくお願い申し上げます。花原監督でございますが、お礼のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。この後12時半からの お清めの式典がありますので、時間の終わりの方はぜひご参列ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。これをもちまして本日の岡山県護国神社秋季慰霊大祭に
関わります、ご来賓のご挨拶並びに、ご紹介をおらせていただきたいと思います。本日ご列席をいただきましたご来賓の皆様、並びにご参拝の皆様、誠にありがとうございました。先ほどご案内がありましたように、本日は中殿まで、お進みいただいての ご参拝ができます。ご英霊の皆様とより、近い場でのご対面をされますようご案内を申し上げます。よろしくお願いします。以上で司会進行を終わらせていただきます。